ちゃ痛いね。さ、結構でかいと思うんだけど。外れた。うわ、マジか。こんにちは、釣り動画のあきらです。今回は遠州灘サーフへ平鈴木リベンジに行ってきました。めっちゃいいね、さん。完全抜けたな、ベイト。いないわ。どうしよう。
お、来た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 、なんだなんだ、おおおお、あー釣れた。ただ負けしてたら平鈴木だよ一応。へえー、かっこいいねやっぱり。じゃあリベンジだ、休む気、はい、ほら平続き、昨日はでかかったけどね。ちょっと押してっちゃった。で焼くと、平鈴木塩焼きにしました。うまそうだね、皮ごと。あ、身が取れちゃった。これでいくまずは、うまそうだ。いただきます。うん、うまい。うん、うまいわ。あの塩焼きでこんだけうまけりゃ皮がた、うん、うまい、うまいね。うん、これ最高だ。だます、残りがだんだん減ってきた。ありがたくいただきます。いや、平鈴木ね、ちょっと前にバラしたような動画にもしたと思うんだけど、あっちのがデカかった。跳ねて、シイラーがいるわけねえしな、鈴木だけど、丸じゃねえのよ、あのパワーはって思ってた。うん。したら、まあ、近いエリアで、やっぱ平鈴木が釣れたから、同じような、ベイトについてたってわけでもねえか。
シラスだからね。だけど大きい方はメタルジグに食ってきたから、まあただ接岸してたんだろうね、ヒラスズキが。で割と捕食体制に入ってるのが 割といて、で俺のところに来たっていう。あれバラしたのはマジで悔しかったけど、まあまあある程度リベンジみたいな形はになったんで、うん、良かったかなと。塩焼きでこんだけうまいってことは何やってもうまい。ムニエルでも煮付けでもさ、天ぷら、スズキの天ぷらなんか最高よ。あ、フライね、このイラスズキでフライやったら最高よ。でも最近ちょっとフライが続いたから塩焼きにしてみたけど、もう全然うまい。めちゃ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 最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。軽くリベンジできてよかった。